ティシエラにゃんこ。ちょっと指さして言わないでよ。事故でもあんなに優しくというか感情的に触るっていうか意図的な触り方しないでしょうよ。なんでそんな恥ずかしいこと言うのよ。それで今日が痴漢デビューだって言うの？許さない、許さない、絶対に許さないんだから。のぞみが丘、のぞみが丘、遠い町線はお乗り換えです。危険ですので駆け込み乗車はおやめください。謝って済む問題じゃないでしょ。大体ね、なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。久しぶりに電車を使ったってのに。今朝の占いでラッキープレイスが電車だって言うから。